はい、皆さんこんにちは、ラン一郎さんです。ただいま、何時だろう、何時かな、本当に何時だろう、昼過ぎたな、さっきご飯食べたからな、3時かな、3時ぐらいです。水あげてます。でこれ今水あげたからもう今日はあげないかっていうとですね、そういうわけではなく、夕方にもあげます。もう暑いんで、この子、この洋蘭たちへばってると思いますので、もう水あげます。で私はですね、ほぼほぼ、例えば、あ、逆光で見えない、これ、木にくくりつけた、胡蝶蘭です。このようにあんまりね、鉢に入ってる子がいないので、水がねすぐ乾く環境なんですよね。それはいいことでもあるんでしょうけど、すぐ乾くので水分の蒸発がね激しく、そうするとね、洋蘭も、ちょっと枯れてしまう、感じもするので、このようにね水をあげています。だから、あの、鉢で、胡蝶蘭をやられてる方と私とは環境が違うので、私は頻繁に水をあげますが、このように、まあ、環境が違うとね、水のあげすぎにもなってしまうかもしれないので、そこは臨機応変さが必要ではあるんですが、まあ、私の水やりをね、ちょっと今こんな感じでやってますよ。こう逆光で見えるのかななんかさっきから、水しか映ってない気がするんだけど、まあまあ逆光だからね。もうはい、ついでなので、我が家の金魚、可愛い金魚に水じゃない、餌をあげたいと思います。よいしょ。もうね、食べ盛りっていうのかな、あの、夏の暑い時期はですね、我が家の場合食いつきがいいんですよね、餌の。冬はね、ちょっとあんま食いつき良くないんですけど、まあ、それでもね食べるんですが、いいですね。夏はこの子たちは食いっぷりがいいので、だからといってね、あげすぎると体調がおかしくなってしまうので、セーブを効かせながら、あ、この子たち餌に集中してて、飼い主動画撮ってるけど、動画そっちのけだまあ確かに餌の方が大事なんで、餌に集中するんでしょうけど、向こう行っちゃったな。ちょっとズームアップして、まあ、我が家の金魚は、津軽錦なんですよね。津軽錦、尻尾がね特徴的な、こんな感じで、まあ洋蘭の、ちょっとね、ついでに津軽錦も紹介してみようかなと思って、ちょっと今回ね撮ってみました。こんな感じで今回は以上です。